はい、皆さん、こんにちは。グツでございます。オーシャンホーン引き続きプレイしていきます。もう、続けていくよ。続けていくじゃない。前回じゃなくて、まあ、この間撮ったやつなんですが、この細いとこですね。んで、ちょっとね、時間かかりすぎてるんで、部分的に撮っていこうと思います。まずこれ、宝箱取りに行きます。嫌やな、これ。撮ったらちょっと、一回カット入れて、あぶね。で、いいとこでまた、再開したりします。ちょっと待って、一回ちょっと待って。いけるかこれ。よいしょ。前回の時にね、左側行ったんですよ。そしたらね、経験値だけでしたという。もう。いける、もう、やっせ。ちょっと待ってよ、いけるか。ちょっと待って、騒ぐだけの動画なんてとこで。なんかね、後で言おうか。今これ言うとネタバレになるから、お楽しみ。ここでね、なんかね、まあ、ゼルダもそうなんですけど、洞窟に必ず重要なアイテムがありまして、それを使わないと仕掛けが解けないようになってるんですが、そのアイテムはね、結構いいやつなんですよ。で、多分これね、鍵なんですよ。ここに、このエリアに鍵が多分3つあるのかな。危ない。いける。あ、これでも落ちるじゃん。落ちるよね、これ。反対側。落ちるよね。いける。よっしゃ、いった。ちょっと待ってよ。これ、下から行った方がいい。よし、いける。あ、ちゃう。なんでやねん。ダッシュしてくれ。もう。やっせ。くそ。もう、経験値取れる？よし、取れた。カットします。カットというか、いいとこまで行きます。ですね、ここあるじゃないですか。急にやけど。ここへ鍵が3ついるんですよ。で、あと、残りの、今1個取ったんで、残りの2つを回収しないと、このエリアになるらしいんですよね。サイトによれば、くそ。で、先にトゲトゲのとこ行ったんで、今度ちゃうところ。これね、火をね、全部3つあるらしくて、それも灯さないといけないんで。前回の時に、もう、これで、いけてるやん。やった。これで2個目かな。あと1個やね。あと1個どこやろ。あと1個を、これでも来たとこやねんな。上がってきたとこやから、どこだ？一回飛びます。はい、わかりました。わかったかな？ここに氷あるじゃないですか。これをね、まず溶かして、溶かすんかな？よいしょ。おい。で、ここ通れるんですよ。これを、あれな、来るのかな？あれ来る？ちょっと待って。こっち向いてんだ。なんでこっち向くの？あれ。敵か？壊されんな。これ、すぐあるやん。やった。早い。やった。3つ揃った。これで元に戻ります。いきます。言いたいことがあるんですよ。なんかね、任天堂スイッチの、ライトじゃなくて、今やってるやつもそうなんですけど、それのね、ニュースタイルかな、ちょっと、充電時間というか、起動時間が長いやつですね。あれがね、なんか発売されるらしいんですよ。8月ぐらいに。同じなんですよ、形は。ただ多分信用、携帯モードでの、信用時間というか、が増えたんですよ、かなり。だいたいこれね、3時間ぐらいしか持たないんですけど、なんか、もう1、2時間増えて、5時間ぐらい、5時間かな？最低9時間って書いてあるけど、まあそれを教えると思う。まあそれぐらいなんか、できるらしいです。まあそれ欲しいけど、まあいいかな。あ、でもね、よう考えたらね、テレビでみんなやるから、結局意味ないかなと思うんやけど、どうやろうな。携
携帯でもやるけど、結局充電しながらやるからな。あ、あったわ。あ、やった！新しいの。そう、ここね、ブーツなんですよ。これ手に入れるとね、ジャンプできるんですよ。やったー。ジャンプ。あ、ちゃちゃちゃ。うわぁ、見てみてみろ。ジャンプした。ほらー。やったー。お前、来るんじゃねえ。ちょっと。コウモリ。あちゃ。あのね、スタミナがいるんですよ。このスタミナがないとジャンプできないです。で、こういう崖のとこはジャンプできて、普通のとこはローリングで回避できるんですよね。あのコウモリ邪魔やな。よし、やっつけた。やった。ここどこや？ここどこやねん。ちょっと待って。あれやな。あ、時間とこか。ちょっと待って。ここいや、行かれへん。あ、でも行けんのかな。あ、行かれへんのか。いや、これ押さなあかんちゃん。早く早く早く。あ、ちゃ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 、こ、変な格好で固まった。ちょっと待って待って、あ、もう元まだ。あ、ちょっと待って。あ、もうめんどくせえわ。え、でもあれどうすんねん。あ、上か。あ、向こうが落ちてるかったんか。ちょっと待って。あ、ちゃ、いかれ、くっそ。これ割っとこうかな。あ、もうなんも出ないし。行ったらすぐに。はい、閉じろ。よし、行け。よし、行けた。お金くれ、お金。よし。これで、元来たとこ戻るんかな。ああ、ハート、ハート。戻ってきたけど、なんかね、ジャンプで飛び越える場所があったんやねんけどな。どこやったか。あぶね。どこだ。あ、これでも最初のとこやな。ボスの鍵がないねんな。どうやって行くんだこれ。こっちか。これや。これやけど。あった！このまま。ここから行けるんちゃう？これ。ここからちょっと待って。せーの。よし！ちょっとで、回復させてから。ほい。ほい、行ける。あ、よし、行けた。これだけか、あ、いけるわ。まだ横にある。さあ、早く来れろ。ああ、もう時間かかる。おっしゃ、オッケー。これ、あ、ここじゃないの。え、でもあれ、一緒動かしても一緒やんな。意味ねえんかい。ちょっと待って、意味。意味ないんか。意味ないな。あれだけか。嘘。あれだけ？いや、あれだけか。いや、あれだけか。ほんまにこれだけか？これだけしかないわな。これだけやった。ちょっと待って、探そう。どっかあるはずや、なんか。これやん。これどうやってか。一回ちょっと調べます。はい、あのですね、ほんまはね、収録したんですが、途中バグってしまって、じゃあ、ゲームがじゃなくて、キャプチャーの方がバグってしまって、で、ほんまはね、これの前にボス戦があったんですよ。海のエンブレムの取れるとこでね、それを倒して、海のエンブレムを取ったところが入ってるんですけど、そこがバグ
キャプチャーがバグってて、時間は取れてるんですけど、途中で止まってしまったんですよね。多分僕ちょっと、多分当たってしまったの、キャプチャーに。で、そのまま行ってしまったんで、後でちょっと確認したら、全く取れてなくて、今、ちょっと、パニックってます。ほんでね、ここ、どこにおるかというと、ここら辺も収録したんですよ。これ、その、海のエンブレムを、ボス戦倒してから、サンゴの剣っていうのを先に取りに行くとこですね。本来なら海のエンブレム取った後、ハーミットのジジンところに行ったら、強制イベントが始まって、空に浮かぶ島に、の最後のエンブレムのところに行けるらしいんですけど、そこに行かずに先に武器を取ると楽になるので、今、サンゴの剣っていうのを取りに行くところなんですよね。で、これの仕掛けも全部終わってから、ここまでで終わりです、みたいなことをしたんですけど、確認したら取れてなかった。すいませんでした。これ今から本来ここだけお見せします。ここにサンゴでマスターゲートって、よいしょ。で、ここから、サンゴの剣を取りに行きます。あー、ちょっと見せられんかったな、前は。ここになんか刺さってるんですよね、ちょっとね。ボス戦もね、そんなに行って一回やられたぐらいで、すんなり行ったんですよ。結構ちょっと白熱バトルしたんですけど。そうですね。あ、剣あった。お、抜くよ。お、抜けれんの？サンゴの剣ってかっこいいな。マスターソードかな。お、かっこいい。シュッシュッ。どうなった？あ、ちょっとリーチ長なった。え？お。ここに宝箱か。開いた、お前。なになに？あとやーい。これは美味しい。どこから買えるんだ、これ。泳いでいかなあかんのか。これで今からイベント行きます。時間がだいぶ、ほんま30分ぐらい取ったんですよ。30分ぐらい取ったのに。いやー、ほんま申し訳ない。結構面白いイベントとかあって、イベントというか、あ、違う。行かれんのちゃん。行けねえ、どうすんねん、これ。ちょっと待って。間に合うわ、危なかった。どんな強いの？お、すげえ、半分ぐらい減らす。強くなってる。いつもやっつけたいけど、まあいいな。あ、そう、ジャンプブーツも多分取ったんですよ。多分入ってるかな、まあいいな。こういうね、同じ高さのところは、スタミナ消費して1マス分飛べます、こういうふうに。で、それ以外はこうやって回転できます。スタミナ減るんですけどね。で、今からちょっと、どこかな。ハーミットのとこやねんけど、まだいろんなとこ行ってないとこいっぱいあるな。これもう、これまで行かれんのか。行ってないとこいっぱいあるねんけどな。イベント行くか。ボスはね、なんかね、なんか変なジジイなんですけど、固まらしてくるんですよ。で、なんかスイッチ踏んだら、床が動いて、ゆかせり上がるんかな。で、その上に乗ってスイッチをもう一回押すと、なんか火が出るんですよね。で、それに、ボスを、ね、誘導させて、触れさせると、なんか、ボスが、ね、動かなくなり、なんか心臓部みたいなのが出るんですよ、ね。で、それを攻撃したら、ダメージを減らせるっていうやつです。
こうしようけ、ハンマー。オッケー、うん、よーし。ジジイ覚悟、ジジイ、ジジイどこだ、ジジイ、ジジイ。久々やな、こう来た。あ、ジジイあんとこ立ってる。元気やったかな。よし、行こう。強い、逃げ気じゃないこれ。お、一撃や、強なってる、確実に。ため切りも使える。わあ、すげえ、ため切りがなんか幅広なってる。もう一回やろう。ほい、うわ、すごい。気持ちいい。気持ちいいか分からんけど。そう、今頃？どうやって？いやな、ひしこ、赤は、なんて言って？お前が見つけたあの子、あうん。椅子を探せた。お前椅子ぐらいその辺座れやって感じやけど。ハーミントの家がどこかな。おっさん、雲出てるし、雲出てる。ちょっと雲じゃないけど。あいつ家どこやん、これか。どれにすんの。お前、追いかけてくる。おい。来るんじゃねえ。椅子ってこれか。違う、あ、落ちた。おぉ。椅子って中か。ああ、なんでなんで、あこれか、椅子、これを持っていけと。ちょっとちょっと、お前椅子持って、痛い、椅子持ってんねんから、こういうので、椅子持ってるって。ほら、持ってきたぞ。なんでやねん、ベッドって何？テント前か。一番最初。お前、どんだけ寝ながら喋りたいって感じかこれ。ちょっと待てよ。こっちやな。どう自分とこ、ただここら辺。どれや、どれ、これか、これか。え、これ？これでいいんか、ほんまに。ちょっと待って。これでいいんかな。まあいいや。これだって寝るやつや、ほら。ベッドっぽいな。ベッドかな。どこだっけだ？こっちか。違うやん。これこっちやねん。して。おっさん遠いに、家におっとけや、お前、もう。家で呼んでくれよ、お前。あ、ほら、雲来た、雲かな、これ。ちょっと来た来た。あ、お前、早い。来るんじゃね。あたいよ、お前。え？トーチランプ？お前、俺捨ててもうたんじゃん。あ、トーチランプって俺捨てないかったっけ、だっけ。トーチランプってなんだ？1のすぐ近くにあるジャンプブーツで。あう、何？俺呼んでんねんからさ。ちょっと待って。ジャンプブーツで、トーチランプで。これあるやんけ、ランプ。え？トーチランプ、ハーミットがいる1のすぐ近くにあるジャンプブーツで、こう、2枚渡って、明日か。どこ、あ、これか。これや。
違うやん、行かれへんやん。そういうことやろ、ちゃうの。違うやん、もっと下か。もっと下、あ、これか。あれ、ランプか。これランプか。よっしゃ。持ってきたぞ、全部。ほら、いいんか、これで。なんでやねん。もう、あ、これを全部作るんか、今から。ああ、そういうこと。言えや、寝るかな、思ってんけ。ああ、なんかね、ここね、最大の見落としポイントらしくて、これ全部ここで集めたじゃないですか。で、ここで探し続けると、ないんですよ、この島に。書いてある。この島なくて、なんか彼女いたじゃない、彼女の家、彼女なんかな。なんかね、ゼルダのイベントみたいなシーンの街に、街にっておっさんとか、街のね、地下が、中にあるんですよ。俺の船どこだよね。あっちか。取りに行くか。ハートいっぱい取りに行きたいんけどな。どれかな。あ、これか。よっしゃ。ほら、そうだ。楽しなってきた。あ、すげえ、なんか黒な、え？こんなんあんの？これなんか空模様が怪しい。え、夜か？夜、え？え？どこ来た俺？どうなった？どうなった？ここどこどこどこここ？え、街行かんかったっけ？え？これ何？なんかイベント始まったで。そう、ネイト。お、親父か。親父じゃん。急にどうした？急に。Let my boy find a safe path and guide him towards the answers. お父さんかっこいい。差がついてできそうな。同じズボン履いてる。I'm losing my strength.Lost with this monster, and I don't know how much longer I can retain it. 戦ってんのか。で、幻影見せてんのか。breath, 私ズボン履いてるって。私ズボン履いてるって。私ズボン履いてるって。No matter what lies ahead. 同じ身長かな。You will be fighting along your side. お父さんかっこいいけど。Saul, NATO, Trito. 声もかっこいい。え、なに？なに？急にどうした？じゃあこれ、はい。なんか黒なってるけど。どうした？どうした？じゃあ。どうした？急に黒なってるけどさ、ネイトとか言ってるけど。なんか黒くなってるよ。あー、赤くなってきた。パン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 。いた。ここになんかあるらしいんだな。お前知ってるか？知らんのか。彼女どこやね。うわぁ、さ、睨んでんな。どこ行った？人の家の壺を壊しまくる。ちょっと待って、なんか上の方があった。屋根の上にあるの、
うだ。どっから行くね。あ、これか。これ。こっちや。これじゃねえ。え、でもこれっぽいねんけど。これやな。これだわ。これかいな。え？これ持っていくの？ちょっと待って、置いといていい？ちょっとね、寄りたいとこある。なんか行かれへんかったとこ、行けそうな気するな。行かれへんのか、どっちにしよう。これほんまどうやって行くねんって思うねんな。どうやって行くんだ。崩れ落ちる。もしかしてさ、ちょっと待って、看板吹っ飛んだ。ちょっと待って、どういうことやねんな。ちょっと待って、こっち。いや、そんなことないな。ちょっとびっくりしたけど、なんでこんなとこ、これ置いてんねんって思ってるやろ。いや、俺これが行きたいんですけど、出してください。これなんかめっちゃ気になるじゃん。ちょっと一回探索するか。宝箱もあっちやもんな。ほら、いけねえとこ多いね。ジャンプブーツにしとこう。行かれへん。これ行きたいんだけど、ちょっと待って。行かれへんのってんの、なんか足れへんのか。まあいいや、あれ運ぶか、後でにするか。気になるとこ多いねんけどな。ほな、めっちゃ全然行ってないねんな。おっさん、どっか行ったんやけ、なんでこんなとこあんねんとか。もどこ行った、これめっちゃ気になるんだけど、これは。まあいいや、運ぼう。おっさんどいて、おっさんどいて、おっさんどいて、どいてくれ。え、これどこまで、あの、あそこまでか。めんどくさいな、あの階段。だいぶ違うかった。ちょっと待って、急げ。行くよ。よいしょ。あ、よし、これ。もうイベントないよね。はい。無理。あ、無理か。欲しいねんな。全然足りてない。ああ、撃った。食らってなかった。あ、着いた。おっさんずっとあそこにいるね。ああ、嫁帰ってきたな。ちょっと短いんですが、ほんま長かったんやけど、消えてしまってすいませんでした。取り直すのもあれなんで、ちょっと継続してこのまま行きます。まあ、他の人も多分時期やってるんで、多分、まあ、なんかできてるし。失敗せんでいいって。失敗、あう、イベント前横に行かれるか。うお、すげえ。上がっていった。かっこいい。うわ、
へえ、すげえ。こんなん作ったん。え、あれ、布あれなんかな。あんな小さいけど。あれ、上のやついる？あれ。かざし。すげえ、飛んでる飛んでる。自分の船なんかな、あれ。すごい。うわ、綺麗。いや、めっちゃ綺麗じゃない、これ。海の表現綺麗ねんけど。一応これスマホカラーやからね。スマホでこれやから、相当綺麗なんだ。おい、ハミット、お前何したんや。なんでこんなもん、うわぁ。どこっすか、これ。When I was a lad, I met a girl who said she had fallen from the sky.Mary. I always called her the princess of the sky. Said she had lost the memory. But whenever she looked at that island in the sky, I could see a longing in her eyes. Did she really come from the sky? マジか。なんかあるであれ。ほら。本日はここまでです。ほんまにちょっと。バグってしまって消えてしまってそのボス戦見えなくなってあとすいませんでした。まあ急いでまた続けてちょっとまあもうこれ半分以上いってるんですぐクリアできると思います。ありがとうございました。またねー。